こんにちは、ビル・ジェイク・ビーツです。今日はスタッツさんが公開されていた大豆田とわ子と3人の元夫の主題歌のプレゼンス、あの松たか子さんとか、キッド・フレッシュノさんが歌ってるようなやつですね。この主題歌のトラックビートの方の制作過程の動画が公開されていたと思うんですけども、その制作過程の様子って曲を作ってる人にとっては、まあ、簡単に何をやってるか分かったと思うんですけども、曲を作っていなかったり、まあ、DTM とか始めたばかりだったりとか、まあ、これから始めようと思ってるような方ご覧になられて、結構分かりづらい部分もあったんじゃないかなということで、そんな部分を少し解説、補足的に解説する動画になっています。ご視聴ありがとうございます。ビル・ジェイク・ビーツです。ビートメーカーとしてメジャー、インディー問わず楽曲やビートを提供したり、音楽制作に関する講師やライターをやっています。このチャンネルでは主にラッパー、シンガーのバックトラックとして、また YouTuber の方には BGM としてご利用いただけるフリートラックや、レコーディング、ビート制作のやり方などハウトゥー動画を公開しています。一番分かりづらい部分っていうのが、やっぱりサンプリングの部分なのかなという気がします。サンプラーとかを使ったことがないと、まあ一般的な楽器とは全然違うものなので、冒頭のサンプリングの部分、どんなものなのかをちょっと具体的にサンプラーを見ながら説明させていただきつつ、まあ DTM ってざっくりこんなもんだよと、実際もっとね、詳しく使いたいという方は、詳しい動画もいろいろ YouTube 上にはあるので、そういうのを見ていただいたり、あと自分も iPhone だけでできる DTM とか DAW でビートを作る、曲を作るという、ね動画も撮ってますので、よかったら具体的な使い方なんかはそちらを見ていただきたいんですけども、 DTM ってざっくりこんなもんなんだなってイメージしてもらえるような簡単な説明だけこの動画ではしたいと思っています。はい、では早速サンプラーがどういうものなのかを見ていきたいと思います。これはバッテリーというソフトウェアで、実際スタッツさんが使われてたのは赤いというメーカーの MPC という、一番一般的なサンプラーですね。 MPC ライブというハードウェアのサンプラーなんですけども、ちょっと自分はハードウェアのサンプラーは持っていないので、これソフトウェア上でサンプラーと同じことができるというソフトで、バッテリーというソフトウェアになってます。でちなみに、ね、赤いの MPC も実はソフトウェア版が出ていまして、パソコン持ってる方はなんとフリーでダウンロードできるバージョンなんていうのもあるので、あとはあの iPhone 版っていうのもあります。iPhone 版アプリはすごい安い。1000円も確かしなかったですね。で、iPhone 版アプリの MPC でサンプリングをしてビートを作るっていうビート制作の方法については、このチャンネルでも動画を公開しているので、よかったら動画の説明欄の方からリンク飛んでいってください。では早速このサンプラーっていうのがどういうものなのか、ざっくり説明していきたいと思います。サンプラーってね、まあもう最近サンプラーっていうのも言われるようなもの、だいたいこんな感じですね。まあマス目はもっと少ないかもしれないんですけど、このマス目一個一個にこのドラムの音とかスネアの音とか、こういうハイハットの音とか、まあ、ドラムのキットが今ここに入ってるんですけど、録音した音は何でも入れることができます。で、スタッツさんの動画の冒頭では、ストリングスの、いわゆるバイオリンとかそういう弦楽器のセクションを、サンプリングをして、で、そこをループしながら、ピッチダウンって言って、元々のストリングスの録音された状態から、ピッチを落としていくっていう作業をして、そこをメインのループにしながら、その上にピアノとかドラムとかを重ねていくっていう作業だったので、ちょっとこの動画でも似たような感じのサンプル。はい、こんなストリングスですね、サンプルなんですけども、これを特定の場所をループしたり、特定の場所をちょん切って使ったり、いろんなことができるようになってるんですけど、この辺から切ってみましょうか。うん、こんな感じで。で、これをピッチダウンしてましたよね。もともとがこういう音だったんですけど。こうやってピッチを下げていくことができるんですね。はい。まあ、サンプラーね、使ったことがある人にとっては、まあ、わりかし当たり前の話ではあるんですけども、サンプラーってこういう感じで、どんな音でも録音してきたら、それを自由に加工ができて、で、こういうパッドに当てて叩くだけで演奏ができるよという感じなので、まあ極端な話、ピアノが弾けないかったり、楽器が何も弾けなくても、叩くだけなら、まあなんかできるじゃないですか。なので、こうやって叩くだけで、
音楽が演奏できるというか、まあ、曲が作れるというか、そういうのが、サンプラーの面白い部分ですよね。こういう曲作りの方法だと、とりあえず音楽理論とか難しいところは置いておいて、楽しい部分から曲作りに入ることができるんで、これから始めてみたいという方で楽器弾けなかったり、理論のことにあまり詳しくないという方には、すごいおすすめな作曲方法になっています。サンプリングする音っていうのって、もういっぱい売ってるんですね。サンプリングして、それを曲として作って商用で販売してもいいですよっていう著作権フリーのサンプルっていうのもいっぱい売ってるので、まあそういうのを買って、音を使えば、まあ法律的にも全く問題ない曲作りの仕方ができます。まあ昔はね、サンプリングっていうと既存の曲を録音して、人によってはちょっと勝手にリリースしてしまってトラブルになったりということもあったんですけども、まあ今はね、もう無限にこういったサンプルっていうのは売ってますんで、そういうのをね、サンプリングして使うと、安全だと思います。ここでサンプリングをしてもいいんですけど、 DTM、DAW の画面でサンプリングもできるんですね。こういうサンプラーがなくても、いわゆる一般的なよくある DTM の画面になってくるんですけども、これ横軸が時間軸ですね。左から右に時間が進みます。再生してみます。はい、今と同じサンプルですよね。で、縦が音の積みです。音をどんどん積んでいくと音楽になっていく。例えばバイオリンのサンプルに対してドラムの音を足すとかですね。じゃあ一旦ここで、サンプルを、ここら辺が使いやすいですかね。ここら辺をちょっとカットして、で、これをループしながらピッチを落としていきます。サンプラーでやってもいいし、最近はこういう DAW の画面上でも、はい、で、ここに対してスタッツさんの作業に関しては、ここに対してさっきのサンプラーを使って、こういう感じでドラムを足していってますね。ちなみにドラムですが、スタッツさんのようにドラムマシンとかサンプラーがあれば、それでドラムを叩いてもいいんですけれども、まだこれから曲を作り始めるという方は、もしかしたらドラムマシンとかサンプラーっていうのがなかったり、あったとしても上手に叩くっていうのが難しかったりするかもしれないので、先ほどのバイオリンと同じようにドラムのオーディオのデータ、波形のデータを置いていくだけでもドラムは組めますんで、この動画ではちょっと初心者の方向けの動画ということもあるので、分かりやすくそのやり方もお見せしようと思います。ドラムを足して、ちょっとまあ一旦ね、大体の感じで適当に足しますけども、こんな感じで、キックのドラムを足しました。で、ここにスネアも欲しいですよね。スネアも足しますね。で、ここがキックのトラックで、ここがスネアのトラックですね。スネアドラム、タンという音のドラムですね。こんな感じに、キックを足していくんですね。で、スネアもこんな感じで足して、これでもう一回。まあ、こんな感じでドラムができましたと。はい。で、あとはまあ、ハイハットとかも足してましたよね。今日はざっくりですけども。まあこんな感じですね。足してましたね。で、さらにあとはここの上にどんどんピアノとかね、他の楽器を足していってたと思うんですけども、まあピアノもこういうパソコン上のソフトでいろいろできるようになってますんで、今これ手元に USB で接続できる鍵盤みたいなのがあるんで、こんな感じで演奏してもいいですし、演奏が苦手っていう方でも、例えばこういうピアノロールの画面っていうのが DAW にはついてるので、ここに一個一個音を足していく感じでも全然大丈夫です。ちょっと試しに一個だけコードを作ってみましょうか。よいしょ。こんな感じでね、ピアノの音が1個入りましたよね。まあこの感じでちょっといろいろ足していくんですけども、もうちょっとちゃんと足しましょう。こんな感じになったっていうところだけ聞いてみましょう。
はい、じゃあ軽く各トラック聞いてどんな風になってるのかザザッと見ましょう。これは平歌入ってからのマレットの音ですね。これもマッシブというパソコン上のソフトウェアシンセサイザーで出してる音になってます。ドラムと合わせて聞くとこんな感じですね。あ、ちなみに平歌はちょっと後半こんな感じでピアノとか足してますね。このピアノはサンプリング音源ですね。いわゆるロイヤリティフリーのサンプリング音源でちょうどいいコード進行のものがあったんで、これをキーを合わせて使っているっていう感じです。で、このサンプルの音源をスタッツさんはこんな風にね、ちょっと少し途切れ気味にして使ってらっしゃいましたね。こうした方がナチュラルなピアノと違って途切れるような空白によってこうグルーヴが生まれるというか、まあ、サンプリングっぽいグルーヴになるんですよね。こんな感じ、ちょっと途切れ途切れにところどころなってるんですね。これ元に戻すと、微妙な差なんですけど、ピアノの余韻があるかないかですね。はい、こういう風にするとちょっとね、普通のピアノの演奏とは違う雰囲気のものを作れるということでね、リリースをカットしたピアノなんかをね足してみました。はい、じゃあちょっとサビの方も各トラック各パーツどんな感じになってるのかソロにしながら聞いてみます。まあ、まずちょっとピアノというかシンセ、ここはベースですね。ベースこんな感じになってます。これはストリングスですね。まあこんな感じでいろんな楽器のパートを積み重ねていくと曲ができるっていうのが、まあ DAW、DTM での曲作りですね。最後にちょっと機材の話をすると、スタッツさんが使ってたのはプロツールズという DTM、DAW のソフトウェアでした。プロツールズっていうのはレコーディングとかミックス、マスタリングなんかでももう世界中の定番として使われているソフトなので、そういうのを選ばれてるのかなという感じなんですけども、まあ今時の DAW のソフト本当にどのメーカーさんのものもよくできているので、どこのものを買ってもね、ほとんど問題はないかなとは思います。あと赤いの MPC 以外だと、Moog のね、ハードウェアのシンセサイザー、アナログシンセサイザーがあったりとか、あとはジェネレックのモニタースピーカーを置いたりなんかしてましてね、このあたりはブロック FM で少し記事にもしているので、そっちも見ていただけたらと思います。リンクの方は概要欄に貼っておきます。まあ、この動画では最初にお伝えした通りなんですけども、DTM とか DAW の本格的な使い方というよりは、あ、ざっくりこんなイメージのことなんだなみたいなところを知っていただいて、まあ、スタッツさん の制作の動画をきっかけにちょっと DTM 気になったとかサンプラーとか気になるなって思った方は、まあ、iPhone のアプリとかそういうのもね今いろいろあるので、そういった簡単なところからでいいので音楽制作を始めてみてはいかがでしょうか。 DTM とか DAW の操作自体は、少しなあれはいるんですけども、まあ、1、2ヶ月もあれば大体の人はね疲れるようになるようなものなんで、興味を持たれた方は無料のものなんかも今はいっぱいあるんでね、そういうの調べてみてやってみていただくといいんじゃないでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは主にラッパーシンガーのバックトラックとして、また YouTuber の方には BGM としてご利用いただけるフリートラックやレコーディング、ビート制作のやり方などハウトゥー動画を公開しています。フリートラックについては非商用の用途であれば無償でご利用いただけます。Apple Music や Spotify での配信、収益化している YouTube チャンネルなどの場合は、ライセンス購入いただければ、著作権を気にせずにご利用いただけます。価格はトラックにもよりますが、安いもので1000円くらいからと誰でもご利用いただきやすい価格設定にしています。オリジナルの楽曲やビート制作、ミックス、マスタリングなども有償にて OK しています。この他、バンタンデザイン研究所のサウンドクリエイターコースでの非常勤講師や、音楽メディアブロック FM でライターをやっています。ライターや講師のお仕事も受けたまわっているので、お仕事の依頼については、詳しくは動画説明欄の連絡フォームまたは各種 SNS で DM ください。